皆さんに再びお会いできて嬉しいと思います。私の次女のアビ1月に3人目の子どもが生まれるということになっているんですが、それが生まれると8人、孫がいるということになります。本当に子どもが増えるごとに家族はだんだん貧しくなっていくということです。 さあこの友人、今朝、えー、マイナスなんで、レイがだったとっいう話を聞きましたもう雨、雪が降って寒いらしいですね、でもその寒くなる前にオレゴンから帰ってこれました。感謝祭では私の家族が全員集まって私の妹も集まって楽しい感謝祭を迎えることができましたさあ皆さん、感謝祭といえばアメリカでこの3感謝祭の日にどのぐらい何匹ぐらいの七面鳥が食べられるんでしょうか。なんと 4, 万匹 4500万匹の七面鳥が料理されているということなんです。だからね、七面鳥は人間が大嫌いっていうのを理由分かりますよね。え、そしてこの観察者の料理のためになんと26億円が使われるということです。しかし、それもクリスマスに比べたらまあ小さなものですね。皆さん、このクリスマスにアメリカ人がどのぐらいお金を使うと思いますか？ なんと4560億ドルという多大な額、その額がこのショッピング、さまざまなことに使,使われるということです。なんともこの4500億ドルというのがこの12月という1か月に集中されているというんです。プレゼントですが、そのプレゼントとともに出てくるのがゴミの山ですね。このシーズン 通常のゴミとまた別に余分のゴムがなんと2500万トン出るということなんです。ゴミだけですよ、たくさんのゴミですね。毎週このゴミを集めに来てくれるゴミ収集の運転手に私、感謝してるんです。だって毎週決まった日にやってきて、いらないゴミを持って行ってくれるんですから、何も文句言わずに来ては黙々とゴミを集めて出ていく。 さあこの感謝祭ですが赤ちゃんがたくさん家族にいるということでたくさんの汚いおし目がゴミに出ました似合うんですねしかしそのゴミの収集家の人は集めてゴミを集めて何も文句言わずに持っていってくれましたでもこの人の名前知ってますか皆さんご自分の家にゴミを取りに来てくれる人の運転手の名前を知ってますか本当に汚い 汚れたもう匂いのいっぱいのゴミを持って行ってくれるゴミの収集の運転手、その人の名前も知らないんです。でも例えば、このゴミの収集する人がゴミを持っていくだけではなくって、このゴミ箱を洗ってくれるとしたらどうでしょうか。ななこの汚いゴミ箱を洗ってくれて、水流してきれいにしてくれる。 それだけじゃなくてあタイヤが壊れているということに気が,気がついたら、このゴミ箱のタイヤの部分ですね、それを直してくれたらどうでしょうそれだけでなく、ゴミを取るだけでなく、洗ってくれてタイヤを直してくれて、それだけでなく食べ物をいっぱい置いていってくれたら。 それにお金も置いてってくれたらどうでしょうかそんなごみ収集の運転手名前知りたいと思いません毎週毎週それをしてくれるとしたらどうでしょうか皆さん実はイエス・キリストがこのようなことをしてくださるんです私の心の中にたくさん溜まっている汚い汚れた思いそういう罪を全部持っていってくれるそして中をきれいに洗ってくれるんです そして、いらないものを持って行ってくれて、洗ってくれるだけでなく、それを文句し、一つ言わずにですよ、喜んでそれをしてくださる。そんな方のことをもっと知りたいと思いませんかまた、心の中で何か壊れていて、傷んでいるところがあったら、それを直して、癒してくれる。そして私たちの必要なものを全部、すべて与えてくださる方、そのような方のこと、そのような方の名前、もっと知りたいと思いませんか これこそクリスマスの意味なんです。イエスのことを知らなかった、神様のことが知らなかった。しかし、ある時、天使がやってきて、この予言を予言者に与えます。そこで言っているのが、男の子が生まれる。その名がインマニュエルだと予言をするんですね。これがイザヤ書の7章に記されています。 しかし、このインマニュエルというお方が生まれていても、この世はその方を認めなかった、傷がつかなかった。しかし、このインマニュエルについては、預言者たちが今までに預言をしていたわけなんです。そこのところを読んでみましょう。ノートの一番初めのところ。見つかりによる預言の箇所です。では、ノートのところを一緒に読んでみましょう。 マリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をこのその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった身よ処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマニュエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味である 神が私たちと共におられる。他のどの惑星ではなくて、この地中だけにおいて、イエスはインマに植える。神は私たちと共におられると言われる。しかし、イエスがこの世に生まれたときに、それに気づいた人は誰もいなかった。マリアが男子の遺言を産んだとき、これはルカシャの2章のところにありますが、そこで布にくるんで、貝歯桶おけに寝かせた。 宿屋には彼らのいる場所がなかった。布にくるんで、ボロボロの毛布のようなものでしょう。そして、貝刃置き、動物が食べ物を食べる貝刃置に寝かせたとあります。さあ、その直前マリアはもう臨月です。ヨセフは宿屋を探しています。でも、場所がない。場所がないんです。余地がない。と、あちこちから断られた。私の妻、もう臨月子供が生まれるかもしれない。 場所がないあるのは宿屋の馬小屋だけえ。そんなとこしかないんですか嫌だったら他に行ってくれ。仕方がなく、この馬小屋にヨセフとマリアが行った。さあ、その馬小屋の中で王の王、主の主であるイエス・キリストがお生まれになったのです。誰も気がつかなかった。預言者によって預言されていたのに。 人々は思ったでしょうそんな王が生まれるんだったら、生まれるんだったら宮殿に、宮殿とか素晴らしいお城に違いない、そして大理石、張り詰められて、また花崗岩の壁の素晴らしい場所に。でも実際は、その反対、動物に囲まれて、動物の糞にまみれて、ささくれだった木の壁、そんな土間でイエス・キリストは生まれるようになったのです。 誰もその当時イエス・キリストが王として生まれたということを知る人がなかった。では皆さんどうでしょう今、この現在イエス・キリストがあなたの前に与えられたらそれがイエスであると気がつくでしょうか皆さんね、私たちの体の中っていうのはこのシステムがあるんですね。いらないものをいらない音、聞きたくない音、不必要なものを排除するというシステムなんです。そういうようなシステムが私たちの体の中にあるんです。 このように同じようにそのシステムが神様を私たちの中から排除しようというような傾向があるんです。では実験してみましょう。さあ皆さんね今クーラーの音が聞こえますかほら聞こえだしたでしょクーラーから出てくる雑音が。 そして空気のこう動く音というものが聞こえますね。今まで聞こえなかったんです。でも今、今、私が言ったので、今、耳につけるようになりましたね。えというのは、こんなノイ,ノイズですけれども、体の中で自動的にシャットアウトするようなシステムが働いたからなんです。でも今、私が言ったこう言いましたから、ああ、嫌だ、嫌な音が聞こえてきた、も気持ちが悪いなんていう人がいるかもしれませんが、自然に体がそのような不必要な音とかを排除しているんです。 だから私たちは肉の思いがありますから、なんとか神様を自分の中から排除しようとする思いがあるんですね。社会の中から、学校から、政治から全部神様を排除しようそういうシステムが働いているんです。さあ皆さんどうでしょうかイエス・キリストをお迎えするそのような余地があなたの家にありますかカレンダーにあなたのスケジュールにありますかイエス様が来られたら、それがイエス様だと気づくでしょうか 今からビデオを一つ見ていただきます。これはあなたがビジネスで成功するかどうかを試すテストなんです。ですから注意してこのビデオを見てください。このビデオではあなたの数学力と集中力が必要です。そして答えがそのあとに出てまいります。どうかしっかり集中してこの画像を見てください。 あなたがビジネスでビジネスの最確があるかどうかを測るビデオです。認識度テスト白い服を着ている人たちは何回ボールをパスするでしょうか答えは 13回ところでムーンウォークをしているクマに気がつきましたか探していないものはそこにあっても目に入らないものです。 これがテストだったんです。さあ皆さん正直に言ってくださいよクマが見えなかったという人ほら手を挙げてくださいたくさん上がってますね私ねこのビデオを見た時に2回目にクマをつけ足したんだと思ってたんですでもそうじゃなかったんですちゃんと1回目からクマがいました何で見えなかったんでしょうかだって探していなかったからなんですね そうなんです私たちも神様を探していなかったら神様が目の前にあた現れてもそれが気がつかないということになるんですそれが最初のクリスマスでしたイエス・キリストがお生まれになっても誰もそれに気がつくことがなかったそのれをお入れする余地がなかった神様はもうたくさんある天体の中から惑星の中からこの地球という場所を 選ばれてその中に生まれてくださったそれにもかかわらず私たちが気がつかなかったんです。皆さんね、この地球外生物がいるかどうか私は分かりません。ET と呼ばれるような宇宙人ですよね。で、その宇宙の中には太陽系やら惑星やらたくさんたくさんありますが、例えばね、まあ、その地球外生物っていう人が、まあ、そういうのが存在したとし,てします。 そして、ある時地球にやってきた。そして、なんとこのニューホープにヒュッと飛行船に乗って現れて到着。そして宇宙人が出てきてピカ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 惹かれながら出てきた。さあ、私はびっくりしました。あら、宇宙人ですか 私がそうなんんでですすどこかから来たんですかデルタセンターリからやってきましたデルタセンターリっていうのはどこですかいやいやはるかかなた2億光年からやってきましたえ地球を攻撃しに来たんですかいやいやそんなことありません地球について取材するために送られたんですこの地球に生物が存在するということを聞いて何か大きなニュースがあるかどうか調べるために送られたんですなんか大きなニュースはありませんか 特大ニュースあありますありまますす私たちねインターネットを開発しましたインターネットあのネットでインターネットそんな古いことやってるんですかもう昔のダイヤル等みたいなもんですねまあ古い古い今はね頭脳,頭脳の読み取り技術が発達してるんですと言ってペをフッとすると目の中にデジタルのスクリーンが現れた。 そして頭の中で質問を考えると答えがヒュッとこのデジタルのスクリーンに現れてくる頭脳を読み取りする技術があるんだインターネットなんてまあ古いことをやってるんですねおうんじゃあじゃあ音速で飛ぶジェットを開発しましたよ音速音速なんて時速678マイルぐらいでしょふうまあそれは遅いですねもう歩いてるようなもんでしょ うちにはね分子移動の技術があるんですよ。ほら我々は2億光年からやってきたけど分子移動でシュッという間にやってきたんですよ。えー、そうですか。うん他にもないんですかなんか大きな特大ニュース。うんあ今年クリスマスに5,000億ドルの売り上げがあるかもしれないって言われてるんだ。5,000億えなんてクリスマスですよ。 ほら、木の上に光がたくさんついてるでしょほら、綺麗なイルミネーション。これ何ですかいや、これはクリスマスが来るんですよ。えクリスマスって言ったあの、キリストが生まれた日ってことそう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 。それはクリスマス。えあの、救い主のキリストが、えこのヤーウェと呼ばれる神様、全能の神でおられるキリストが、ここで生まれたんですかえこの地球に 生まれたんですかもうねイエス・キリストがどこに生まれるかどこに生まれるかってずっと何億年に渡、ま、って待ってたんですよ。え、この地球に生まれたんですかこのインマニュエルと言われる。なんと地球を選んでここで生まれたと言うんですかいやそう、そうですけど。すっごいニュースだ。特大ニュース書かなきゃ書かなきゃ。どこに生まれたんですか宮殿ですかお城ですかいや。 違いますいや馬小屋ですう馬小屋冗談じゃない宮殿に違ってるでしょそしてえ、大冠式なんて大きな大きな出来事があったんじゃないですかそしてイエス・キリストが来たからもう人々の人生が変えられて素晴らしい素晴らしい世界が変わってなど、どうでしたこのお祝いはどんなものだったんですか大冠式なんという王冠だったでしょうねねどうかこのイエスがおられる宮殿に連れてってくださいいやそんな宮殿なんかありませんよ いやだっってすするところもなかったんですイエススキリストにはいやいやあるわけ何言ってるんですかこんな王なる王が生まれた方なんだから急に住んでいらっしゃるんでしょういや実はイエス殺しちゃったんですえいやいやだってだってこんなイエスキリストがそんな王だと分かんなかったから殺しちゃったんですよ皆さんねよくサイエンスフィクションの映画で宇宙人がやってきて地球を攻撃する っていう絵がありますよねだってそれもしかしたら私たちがこの創造主であるイエス・キリストを殺したからじゃないでしょうかねだから私たちは破壊されちゃってもそれに対して言い訳なんてできませんよだって私たちイエス・キリストを殺してしまったんですからさあこのようにインマレエル神が私たちと共におられると言って生まれた方それはイエス・キリストを唯一 唯一そしてそのイエスがこの地球を選んで来てくださったというのに人々は彼を認めることも受け入れることもなかったこれこそクリスマスなんです神と共におられるインマニーが生まれてくださったこのイエスを私たち気づくことがあるんでしょうか気づかなければならないんです聖書だけではなくあなたの生き方の中で 神様の本当に御心、またイエス・キリストがその御声が聞こえたときに人を通して子供を通してまた席を通して語られたときにそれに気がつきますかだって私たちは神様の臨在、神がそこにおられるということに気をつかなければならないからなんです。じゃあその神様、イエス様の臨在を見逃さないためにはどうしたらいいんでしょうかそれを学ぶために。 ペテルと一緒に牢獄に訪れてみましょう。最初にペテルはイエス・キリスト、この神様が見つかりの形をとって現れたのに、ペテルは気がつかなかったんです。そこで私たちが学ぶべきこと、それは神様の御声を聞き分けるということなんです。ちょっとその背景を説明してみましょう。その通り、ヘロデオ。 というものがイス,イスラエルの地域を支配していましたがその上そのイスラエルの全体を支配していたのがローマの皇帝だったんですそして人々人々が盲目的服従をするために自らを半分人間で半分神だと公言しただからローマの皇帝自分は半分神であるというふうに言っていた だから人々はその神なる皇帝に逆らうことが許されなかったわけですさあローマの皇帝はクリスチャンを憎んでいましただってクリスチャンはいやこの世の中で我々が持っているのは唯一の神ヤーウェの神だけですと公言しローマの皇帝を礼拝しなかったからです さあそのようなクリスチャンに対してローマの皇帝は怒りを覚え滅ぼそうとした。さあ、ヤコブがイエスの弟子であるヤコブが剣で殺されました。すると人々は喜んだ。クリスチャンを殺せ滅ぼしてしまえさあ、そしてその次に捕まえられたのがペテロでした。そして牢獄に放り込まれ、守衛が番を,、えー、をしていた。 そしてその次の日、ペトロは人々の前に連れ出されて処刑をされるということになっていた。死刑執行を待っている前の晩のことでした。奇跡が起ころうとしていたのです。しかしペトルにはそれが何だか全く分かりませんでした。ではそこを書いてみましょう。ノートを書き込んでください。まず ペトロに見られるように、我々は神様の御声を聞き分けるということ。神様の御声を聞き分ける。そこを読んでみましょう。うん、すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。ミツいはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると、鎖が彼の手から落ちた。鎖が彼の手から落ちた皆さん 神様が私たちの脇場をついて起こされることがあるでしょう。起きなさいこうしなさいすぐにしなさいでそれが神様の声だと分かる。そして従うと。何が起こるでしょうか今まで私たちを束縛していた鎖が放たれるということなんです。さあ、皆さんの中には何かに取りつかれていた。人間関係で本当にがんじがらめになっていた。私は異常症があった。中毒になっている。 今までで私は鎖ががんじがらめになっているしかし、神様がメッセージなどで、こうしなさい、すぐしなさいと言われたときに、私たちが従うならば、私たちを今まで束縛でぐるぐる巻きにしてなっていたものが、バラバラと離れていく、落ちていくわけなんです。では、そのためには、まず神様の見声を聞き分けるということ、それに従うということです。 でも、ね、私たちを予定してあとであとでって言い訳しますよねすぐに行動に取ることをしません神様は言われるでしょう急いで立ち上げなさい立ち上がりなさい,なさい先延ばしにしてはならない今はそれをしなさいそれに従わなければならないんですある母親が息子を起こそうとしているある朝です日曜日の朝教会から起きなさいやだ 教会なんか行きたくない何でですだって教会なんか行ったてみんな僕のことなんて嫌いだし言うことなんか聞いてくれないし僕のことなんかどうでもいいんだ母は言いましたいや何言ってるのみんなあんたのことが好きじゃないの言うことを聞いてくれるじゃないの何言ってんのよそんなことないみんな,な僕のことなんてどうでもないんだ母は言いましたいやそんなことないちゃんと救いてくれる言うことも聞いてくれるそれにお前は教会の牧師だろ起きなさい 神様声が聞こえてくる時がある時あでしょう急いで立ち上げなさい。急いでそれをしなさい。私が家にいる時に神様に支えられることがあるんですね。教会に行きなさい。祈祷会に行きなさい。今行きなさい。足を運びなさい。でもその時に限って私は疲れてるんですね。もう行きたくない。しんどい。もうそこでいいじゃないですか。ここで寝ながら祈りますかなって言い訳するんですね。 でもその時に悪魔は喜ぶというのは悪魔というのは人の心を読むことはできません。でも悪魔は例えばこの土曜日の晩の集会でこの語られた御言葉もしそれをあなたが聞いたならば日曜日にあなたが教会に行ってそれを聞いたならばあなたが変わるということを知っているからあなたが日曜日に教会に行くということを阻もうとするわけなんです。 教会に行ってあなたが救われるということを阻もうとする、教会に行って心が変えられるということを悪魔はなんとか阻もうとする、それによって神様の本当に癒し、合わない、それを全部台無し、邪魔にしようと思うんですね。だって悪魔は神様に対抗することも、イエス・キリストに対抗することなんかできない、もううち任されているから、でもその子供であるあなたを攻撃しようとしてくるんです。 ね、だから土曜日の晩悪魔はそのメッセージを聞いたとする悪魔はそのメッセージを聞いてああこのあなたが日曜日の朝にこのメッセージを聞いたらまずいことになると思うわけなんですだから日曜日の朝あなたが起きないように何とか手を尽くそうとするでしょう何とかして教会にあなたが行かないようにとしむけてくるんですねそれが悪魔なんですだからそのことを学んだ後もし 私が本当にもうしんどい神様はこう言われてるんだけどしたくないと思った時は私はあえてもう努力を倍にして神様に従うようにと心に決めましただってその時そういう時にこそ神様の本当に素晴らしいメッセージが御言葉それが私,たちに私に与えられるということをもう知っているからなんですねだから急いで早く起きなさい従うんです でででも神様の見声だっっててどうやって聞きき分けるることができるんですかたくさん声があるじゃないですかで。最善の方法を申し上げましょう。それはあなたが聖書を読むということなんです。だってこの聖書は神の御言葉ですよね。 さあここでクリードですね、信条を言ってみましょう。これが私の聖書、私の神の御言葉そして私はこれがこの地上における最高の立法だと大胆に宣言します。私は聖書に書かれているままの人間であり、持つと書かれているものを持ち、すると書かれていることを行います。私は天国に国籍を置くものです。だから、この神様の御言葉を読めば読むほど、神様の見声を聞き分けることがたやしくなってくるんです。 そして間違った声声偽物の声を聞きき分けるることができるんでんすねだって悪魔は神の見つかりに変装することができると書いてあります。それらしく聞いてくる、聞こえてくる。でもそれを見分ける方法、それは聖書を読むということ、聖書に精通するということなんです。皆さんね、昔ですね、本当の診察、本物のお札と偽物を見分ける方法が。 なかったんですね今だったらいろんなテクノロジーがあります透かしが入っていたりマーカーで線を引いたらその色の出方で本物か偽物か分かるというようなテクノロジーしかし昔はそういうものがありませんでしただからその見分ける訓練をしたんです人をテーブルの周りに座らせますそしてそのコンベヤのようなものの上に本物のお札だけ載せるんです 10ドル札、5ドル札、さまざまな種類のお金を、本物ですね、それを、えー、このコンベアに持って、どんどん流れてくる。さあ、あなたはそこでそのお皿を触ったり、手触りを,を確かめたり、匂ったり、くしに、くしゃくしゃにしたり、見たり、いろんな形、五感を使って、その本物を本当に体験して、体に染みつけさせるわけなんです。匂いもそうです。それを一日中、そればっかりするわけですね。 そして次の日え、じゃあ、その中に偽物を混ぜますよと言って、混ぜていくわけなんですが、でも、偽物がどういうものかというものは何も言わないわけなんです。偽物についての説明は何にもありません。うん。まあ、中に混ぜますから、違いを言ってください。どうしたら違い分かるんですかいや、分かるから。さあ、そして、コンベアの上に診察が回ってきます。その中に偽物が混ざっているんです。 で、偽物をつかんだときに、いや、ちょっと何がどういうことが口では言えないけど、なんか色,色目がちょっと違う。で、これを次のお札、いや、これもくしゃくしゃにした時の手触りが違う。これも偽札。で、もう一つ取ったときに、これ見たときなんかこう、重さがちょっと足りないような気がする。これも偽物だ。と言って、偽物の中そして、 偽物といいうものがどどどどんどんんどん見つかっていくわけなんですなんで分かったんでしょうかそれは偽物を勉強したからでしょうか違いますね。本物ばっかりを学んだからなんです。本物がどういうものであるかというものをもう体に染み付いているわけなんです。み言葉もそうですね。聖書を読む、聖書に精通する。そしてそれをよく知っていると、偽物の声が来たときに、それが偽物だということが分かるんです。偽物を勉強したわけではありません。 その偽物の声、それは聞こえはいいんですよ。愛という言葉が入っているかもしれない。本当に聞こえはいいんだけれども、でもそれを聞いたときに、聖書に精通している人は、それは偽物だということが分かるんです。なぜ偽物か分かるか、それは私がちが聖書を知っている、本物の御言葉を知っているからなんです。神様の御声が、この聖書の中にあふれているからなんです。 悪魔を勉強する必要はありません本物の神様の御言葉を勉強すればいいんですヨハネにあります私の羊は私の声を知っていますというのは彼らは偽物の声を聞いた時にそれについていかない他の人には決してついていけないその人たちの声を知らないからです ある人は言いました。先生、神様の声が聞こえるんですか。毎日聞こえますよ。え、毎日？毎日聞こえるんですか。そうです。毎日神様は語ってください,います。どんな声をしてますか。いや、神様の声って聖書の声と一緒です。聖書の中に語られている御言葉と一緒なんですよ。その御言葉が私たちに語ってくださるんです。さあ、先週、えー、感謝祭の時、えー、ザック私の孫の人にザックという男の子がいるんです。5歳です。 クリスチャンスクールを通っているんです。あの時台所に2人で立っていた。その時に彼に聞いたんですね。ザック、学校はどうかい？パパ、私のことパパって言うんですかパパ楽しいよ。クリスチャンスクール行ってるんだって。うん。何勉強にしてるの？神様のことについて勉強してる。え、神様？え、ちょっとね、私彼をちょっとついてみよう、からからかってみようと思ったんです。 神様へえ神様って一体誰？パパ？神様って世界作ったんだよ。ええー、本当に。それは大きすぎないかえの。世界ってどんだけ大きいか知ってるか？おお神様って地球よりも大きいものを作れるんだよ。太陽だって月だって作れる？ 私は言ったんですねいやあ、それは自転車ぐらい作れるかもしれないけどいくら神様だって月や星なんか使われ作れるわけじゃないだろう神様って神様っていうのは自分よりも大きなもの作ることができるんだよそれは奇跡じゃないか奇跡ですだってそんな奇跡なんか起こるわけないじゃないか神様そんなことできるわけないだろうできるよパパできるっていやそんなことないだろうすると彼は私のまっすぐ向いて言ったんですね パパ聖書を読みなさい <laughs> 分かりましたとどうでしょうか亀の見声を聞き分けるためには聖書を読むということそれによって偽物か本物かを聞き分けることができるんですでは2つ目見つかりがやってきてペテロに命令をしましたでペテロは 結果を知らずに従った。ですから書き込んでください。2つ目、知っていることに従う。知らないこと、知らないことに対して神様は命じられる。知らないことに対して神様は従いなさいと今言われませんよね。神様はもう私たちがすでに知っていることに従いなさいと言われてるんです。もうすでに私たちが知っていること。 それに従いなさい。ですから、まず私たちが今知っている真理、それに従うということ。だってそれに従わなかったら、神様はそれ以上のことを求められない、要求されません、表してくださらないんです。だから、今分かっていること、今もうすでに知っている神様の命令に従うということ。それが一番今の時点で大事。 それができなかったら神様はそれ以上のことを表してくださいません。ん表したってあなたは従うべき従うはずがないんですから。さあペテロはこの結果が知らなくても結果が分からなくても今知っていることを信じて従いました。さあそこを読んでみましょう。そこで御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについていった。 彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた結果がどうなるかということ、ペトロには全く解目検討もつかなかった。しかし彼は従った神様は本当に結果を見せずにしなさいということがあるんですね。だってもしこうなったらこうなるだろう。 って言って結果を示してあなたが従ってもそれは信仰ではありません。神様は私たちの心の中に信仰を築こうとされているんです。だから、こうなったらこうなるんだよ、こうしたらこうなるんだよということを見せずにあなたが従うということを求められるんですね。それには信仰が必要です。そこで何が起こっているのか分からなかった。幻の見ているんだなと思った。 しかし彼らはそれについていってガードの前を通過したその門番の前問題の目が閉じられていたそして戸口には万兵たちがいたのにその間を通っていったすると主の目遣いが現れて光が牢を照らしたそしてその炎症を通り門が独りでに開いた そして彼らは外に出てある通りを進んでいくと、見つかいはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に返っていった。今、確かに分かった。主は見つかいを使わしてヘレドの、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い,救い出してくださったんだ。今分かった。今、奇跡が起こったことが分かった。で、巻き戻しして、ペテロがもしそこで従わなかったら、 何が起こってたでしょうか見つかりがやってきて起き,ろ起きろ起きろ起きろってペテロに言ったうるさいなもう眠いのに靴を履きなさい十分の靴履いたら上着を着なさい寒くないのに着れるかいついてきなさいもう十分でついていけっていうような反応をしていたらどうでしょうか奇跡が起こったでしょうか 奇跡なんんか起こるはずもありませんよく皆さん聞いいてください皆さ皆んの中にもしかしたら奇跡の真っ只中におられる人がいるのかもしれません家族関係の中結婚の中仕事人生の中でその中でもしかして神様はあなたにこうしなさいという声をかけておられるしかしあなたが従わなかった がために奇跡が起こらずじまいになったということになるかもしれない神様の御声を聞き分けるするとその声に従うんですね結果分からないかもしれないしかしその聞き従った後後になって振り返った時にああ奇跡が起こったということが分かる本当に神に聞き従いながら行くということそしてあとになって見てくれ 過去を見た時にあそここで奇跡が起こったそれは奇跡が最終的に起こったのではなくてあなたがこの聞き従っていたという過程の中で奇跡が紐解かがれていったんですしかし私たちが従わなかったせいで起こるべき奇跡が起こらなかったということがどれだけあったことでしょう大したことないと言ってごまかしながら奇跡を神様は用意されているのに 私たちが本当に従わなかったために起こるべき奇跡が起こらなかったということがどれだけあったでしょうかそんなことになってはなりませんまず神様の御声を聞き分けたらそれに従うということですどうかこのクリスマスのシーズン本来のクリスマスのあり方に立ち戻りましょうイエス・キリストイエス・キリストの声を聞くそして彼を私たちの生活の中に受け入れるということ そして聞き従うということ、それによって奇跡が今起こりつつあるんです。さあ、ペテロ。ペテロは神様の奇跡を讃えました。その時にペテロはそれでおしまいだったでしょうか。急いで、パレロは、えーま、あマリアの家に行ったと書いてあります。さあ、そこのところ、3つ目書き込んでください。神様の臨在によってあなたの生き方を変えていただく。生き方を 変えていただく神様の御声を聞こえた、聞くわけることができた、それによってあなたの人生、生き方が変わりましたかそれともいや別に変わりません、去年と全然変わりません。そんな人、おられますかだって神様が語られて私たちが変わらなかったら、神様はそれ以上かどうして語り続けられるでしょうかだって声があっても。 見言葉があっても何もしないんだったらそれ以上のこと言葉はないでしょうだから見声を聞いて聞き分けてそれに従った時に私たちの人生が変わらなければならないんですだからジャーナルをする時に私は必ず書くんですねこの見言葉のおかげで私はどのように生き方が変わったか変えようとするかということそれは大事なことなんですね 私たち神の御声を聞いてそれに従うならば生き方がそれによって影響を受けて帰れならば神様は引き続き毎日毎日語り続けてくださるんですさあ12節こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行ったそこには大勢の人が集まって祈っていた神様 メッセージの中で、一言の中から神様の見心があなたに語れることでしょう。それが神様の声だと分かったら、それにすぐ従わなければなりません。でも、私たちは人を恐れたり、周りの環境を恐れたりして、行動がおそ遅くなってしまうことがある。いや、そうではありません。何も恐れたりはありません。すぐに即座に行動に移すんです。 するともしかしたら私たちは神様がしておられる奇跡の真っただ中にいるかもしれないんです。どうか神の御言葉によって、御こによって私たちは変えていただきましょう。生き方を変わるんです。そしてそれによって何変わられていくならば、神様はもっともっと語り続けてくださるんです。最後に一つのおはなしを持って終わりたいと思います。以前にもしたことががあるんですが 父親が息子がいたんですが12歳反抗期の中にあり2人の仲が最近ギクシャクしていたんですさあその時父親は石垣を作ろうとしていた息子に言ったんですお父さん手伝ってくれ石垣を一緒に作ろう息子は行きたくなかったいや一緒にやろう手伝ってくれこれを石垣を作った後将来 それを見たときに、ほら、お父さんと一緒にこれを作ったんだなって思い出になるから、なんなもん嫌だよ。ああ、いいからいいから、来なさいと言って、無理やり息子を連れ出して、そして石垣を作り出した、そして息子にいろいろ教えるんですね、その平べったいところをこっちに向けて並べたらいいんだよ、このように方向を変えたりとかして、そしてこの紐の引きかき、そしてまっすぐにする石の置き方とかいろいろ教えるわけです。息子はやる気が全くありません。ただ、ぼーっとそこに立っていました。 で暇にしている息子を見て父親は言ったあ,あそこの大きな石があるだろうここに持ってきてくれそしたらここにちゃんとはまるから嫌だよいいからいいから持ってきてくれ助けてくれよさあ息子はその,家の石のところに行きましたそして持ち上げようとするんですが思ったよりも重かった持ち上げることができなかったさあそれで父親のところにもっとも戻りました動かない重すぎる いやいや、まだいろんな方法があるから、いろいろ試してごらん。やったけど持てなかった。いやいや、まだ、まだ試してない方法があるはずだから。もちろん持ち上がろうとしよう。うん、でも、重すぎる。できないって言っただろう。重いよ。もう、だだだ、やってごらん。ほら、あそこに石がある、あ棒があるから、あれで試してみたら。棒で、手この横領で動か,さ動かそうとしても、棒は折れてしまいました。できないよ、重すぎる。 もう全部手を尽くしただろ全部試したこれか試したよ。だめ。でも手は残ってるよ、父親やったんですね。だってお前、お父さん助けてってまだ言ってないだろそこにおられる父親の心を知ることなかったら、本当に最大限の助けてがそこにいるのに私たちはそれが見えないんですね。見えなくて自分の力で四苦八苦、あがいてしまう。父親がそこにいるのに。 ど,うでしょうかどれだけ多くの私でもそうです神様という大きな助け手がおられるのにも目の前にいるにもかかわらずそれを認めることができないそういうことがあってはなりませんこのクリスマスどうでしょうかまず神様の御声を聞き分けるということそしてその御言葉に従うということ聖書を読むそして御声をそれによって聞き分けるそしてそこにおられる神様の力を 得るとということそれによって私たち将来も生き方人生もすべて変わってくるでしょう。それこそ本当のクリスマスです。ア